どうも、なおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、ラスボス倒しまして、裏ステージ来てます。もう最後の方だね。で、古竜を今戦ってるんだけども、今日はキリンと戦います。どこいる？できれば、あー、見つかった。もうバックアタックしたかったのに、思いっきり見つかっちゃった。まあ、キリンはね、まあ、古竜の中でもそこまで注意すべきやつではないかな。多分大丈夫だと思う。今までもう2回、あ、3回戦ってるかな。特に問題なく勝ててるので大丈夫でしょう。いけ。え、ちょっと俺、思いっきりミスってるじゃん。思いっきりミスってる。最初、スピードじゃん。ってことは、テクニックで押すから、ね、思いっきりミスったな。あのね、俺、ノートにね、書いてるのよ。ノートに、最初はこれ、次はこれっていう風に書いてやってるんで、間違えることはほぼないんだけど、今のはボンミスです。まあこういうこともあるんでね、うん、もうオートの戦闘じゃないんでね、こういうこともあるさ。あー、怒ったね、怒ったね。でもここは別に何もすることがないので、ここで攻撃していきましょう。あー、属性防御上げつけよかったな。いいか、大丈夫ね、大丈夫大丈夫。で、こう怒った時にはテクニックで攻撃してくるんで、パワー、パワーで、まずは角を折りたい。あー、また特殊技でやってくるんだね。いけライダーってのはやっぱ、いい感じ。今のところ特に問題なくいけてるね。オトモチェンジでパワーのやつと交代だ。ああ。そうね、グラビだったら大丈夫か。グラビだったら雷にも弱くないし、いけるじゃない。で、ほんとこの読み合いだからね、相手の攻撃が分かってさえいれば、もう全然倒せるさ。よし、チャンス。 OKOKOK。 ラージャンの装備をつけてからクリティカルがやっぱ断然上がったね。クリティカルがもうめちゃくちゃ上がった。ラージャンの装備はクリティカル率が上がって、さらに弱点に攻撃するともっとクリティカル率が上がるっていうやつです。やーけ、そんなダメージないな。で、今普通に戻ってるんで、スピードで攻撃してくるね。テクニックで。はい、今までね、戦った中で一番強かったのは、そうね、一番強かったのってネルギガンテ。一番最初に戦った時、ネルギが一番最初に戦った時はえぐかったね。もう本当に1時間ぐらいもう試行錯誤してずっと戦ってたもん。で、ようやく勝ったぐらいの感じなので、なかなか難しい。え、ここは、スピードで攻撃してくるんでテクニックで潰す。ライゼ、ライゼ HP もマックスだね。もしも事故ったとしても全然大丈夫。いくぞ。え、
事故ってる事故ってる。まあまあいいか、もう倒せるし大丈夫です。うわー、でここで特殊技か、耐えれそうなやつ。あ、グラビは耐えれるね、グラビは耐えれます。よし、属性防御も上がってるね。ならば倒せるでしょう。俺の攻撃で終わり。あ、終わらんかった。よし、いけた、無傷で倒せましたね。経験値7500、まあ今7500もらったところでそこまで上がらないんだよね。1万ぐらいは欲しいところです。よし、 S ランクナイスで、素材もよし、10ポイントのやつが1個出てるんで、これで武器もだいぶ作れそうだね。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。